皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の英文法ハーフチューの練習問題をやります。このハーフチュー何々というのは何々しなければならないという意味で、 Don't have to 何々というのは何々しなくても良いという意味を表しましたね。そしてこの何々の部分、ここは動詞の原型が来ました。では問題を見ていきましょう。四角1、日本語の意味に合うように英文を完成しましょう。こういう問題です。括弧1、ここにあなたの名前を書かなくてはなりません。これ何々しなくてはいけないという意味なので、 have to を使って you の後ろに have to、 書くは write ですから have to write your name here。You have to write your name here. You have to write your name here. これでここにあなたの名前を書かなくてはなりませんという意味の英文ができましたね。括弧2です。彼女はお皿を洗わなくてはなりませんかという質問の文章ですね。この have to、 has to は一般動詞なので、疑問文を作るとき現在形では do、does を使って疑問文を作ります。ここでは主語が C なので、 C の前に does を置いて Does she have to wash the dishes? Does she have to wash the dishes? これで彼女はお皿を洗わなくてはなりませんかという疑問文が完成しました。括弧3番です。私は今日母を手伝わなくてもいいです、ね、何々しなくてもいいという意味なので Don't have to を使いますね。ですから主語 I の後ろに I don't have to help my mother todayI don't have to help my mother today、ね、これで私は今日母を手伝わなくてもいいです、ね、I don't have to help my mother today という英文ができました。では四角の2に行きましょう。次の英文の括弧1を否定文に、括弧2を疑問文にしましょう。こういう問題です。括弧1は Kumi has to speak English hereKumi has to speak English here. Kumi はここでは英語を話さなくてはなりませんという、こういう文章ですね。これを否定文ですから、これ一般動詞なんで、先ほどと繰り返し同じになりますけど、Don't, doesn't を使って否定文作りますね。主語が Kumi なので、Kumi doesn't.Have to speak English here. Kumi doesn't have to speak English here. Kumi doesn't have to speak English here. これで Kumi はここで英語を話さなくてもいいですよという、否定文が完成しました。括弧には疑問文ですね。括弧には You have to read the book. You have to read the book. あなたはその本を読まなくてはなりませんという、こういう文章ですね。これを疑問文ですから、あなたはその本を読まなくてはなりませんかと、Have toは一般動詞なので Do, does を使って疑問文を作ります。主語は You なので Do を You の前に置いて Do you have to read
have to read the book? Do you have to read the book? これであなたはその本を読まなくてはなりませんかという疑問文が完成しました。答えるとき、ね、あなたはと聞かれているので答える人は I と答えますから Yes, I do. No, I don't. このようになりますね。よろしいでしょうか。今回は Have to 何々の練習問題解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。